大田区すごく個人的なことを言わせてもらいます。どうした、なんだこの喋り方。すっきりしました。ちょっとこれほんとすっきりしたぜおい。 2.27 大阪城の岡田選手のマイク。この対戦カードが発表された時、俺はみんなの気持ち分かってるよ。これもそうじゃないですか。岡田が勝ってもつまんねえなって。どんだけだよ、皮肉ってんですかねこれ。だからこそ勝ってやったんだよ。それにしても新日本プロレス、おい一回戦にしちゃ、おい相手がおい強烈すぎじゃねえかおい。だから冷静に考えてくれと。そりゃそうだよなおい。今日は3月6日49回目の旗揚げ記念日だおい。その記念日メインで勝ってマイク持ってるのが岡田じゃなく俺だということ、最高じゃねえかこらおい。それから今の1回戦、このニュージャパンカップ優勝候補筆頭から勝ったんだ。これがお前らどういう意味かかるか、どういう意味かかるか俺には聞こえるぞ。高木慎吾待望論かなおい。俺はイブシに対してもふざけんなって気持ちあるんだよ。あの野郎好きほどやりやがってきっちりけじめつけてやるからな。その前におい、いいかこのニュージャパンカップだ、昨年1回戦負けのこの俺が今年は優勝というてっぺん目指して竜のごとく駆け上っていくぞ。まあ IWGP 世界ヘビー級よりも、ダサいのが岡田和親だということが分かったんじゃないですかね。相当ダサい岡田和親、あんなこと言っといてね、ダセ、クソダセよ岡田和親。まあ本当に岡田なら、この状況を打破してくれるだろうと思ってくれた皆さんには、とても申し訳ないし、IWGP にも、申し訳ないと思います。クソだせよ本当。まあでも、現時点ではイービルより強くて、高木より弱いということが分かりましたから、まあどっか痛いとかね、そんなの、言い訳にも何もならないですから、どっかしら痛くても立ち上がって戦ってるのがプロレスラーですから。1回戦負けとして、またもっともっと強くなって、また新日本プロレスの、ね、頂上まで登っていきたいなと思います。ただ本当に今日はクソだぜ、情けないにも程があるわ。危なかったな、危なかった。紙一重だよ紙一重。連枚硬いパンピングモンバー、そんな知るかこれ。さすがにおい、連枚硬だったらただじゃおかねえな。おいバカな俺でもおい分かるぞ。こう見えても俺は戦略家だからよ。岡田何まで引っかかったな。なんだあいつ調子悪いのか、腰悪いのか知らねえけどよ、プロなんだから何の言い訳も通用しねえよな。ああ、
今コンディションがもし悪いだったら、運が悪いだったら、運も実力のうちだ。ということは今日の俺の勝ちは完全勝利だ。リング上で言ったように俺はイブシに対しても不満なんだよ。ふざけんなよ、野郎。何がおい、何負けない、逃げ出さない、何大事マンブラザーズみたいなこと言っといてよ、おい。俺から逃げてんじゃねえのか、おい、イブシなあ。まだ遠い先にいるかもしんないけど、いい機会だから言っとくわ。昨年の G1 で俺はイブシから勝った。しかしイブシはその G1 で優勝した。まあでもいずれ何か言ってくんじゃねえかと思って俺は待ってたよ。まあだからドームに向けて内藤と前哨戦、ドームが明けてからは真田と前哨戦、そしてまた内藤。俺はどういう気持ちで同じリング上にいたと思うよ。イブシは鹿とかませがあって、あいつも寝て起きたら忘れる後藤タイプか。イブシ、前にも言ったかもしれないけど、俺はこう見えても口下手のシャイボーイだ。おまけに受け身なんだ。俺は待ってんだよ、お前から来るの待ってたんだよ、イブシ。だがお前から寝ても立っても来ねえんだったら、おい、俺からお前の前に行ってやろうじゃねえか、イブシ。俺ももう若くねえんだなあ。ちまたじゃはつらつおじさんとかやれてっかな。おじさんはおじさんでも超元気なおじさん見せてやろうじゃねえか。まあとは言っても一回戦勝っただけだから、今日のところは短めにコメントを終わらせてもらう。くそ、次誰だよ、二回戦誰だ。後藤か。なんだおい、一難去ってまた一難か。後藤ね、面白い、やってやろうじゃないか。あ、だがよ、おい、昨日発表されたろ、緊急事態宣言は延長されたんだ。ということは GoTo トラブルもまだ使えねえんだよ。ということは後藤のトラブルも使えねえことだ。うまいこと言ったな、お前ら。今笑うところですから。